日本語に Chapter 11 Section 3 ケンさんの授業アクティビティシートページ288ページ英語のクラスは英語の授業は何時から何時までですか英語の授業は8時半から9時25分までです英語の教室はどこですか教室はアレクサンダーの101です。英語の先生は誰ですか？スティーブ・アーソン先生です。英語の先生はどうですか？いいですが、厳しいです。授業は、英語の授業はどうですか？英語のクラスはどうですか？面白いです。日本語の授業は何時から何時までですか ?9 時半から10時10分までです。教室は、日本語の教室はどこですか グリフィスの207です。日本語の先生は誰ですか田中先生です。日本語の先生はどうですかとても優しいです。日本語の授業はどうですか楽しくて面白いです。楽しいです。そして面白いです。社会の授業は何時から何時までですか社会の授業は10時半から11時25分までです。社会の教室はどこですかケネディの108です。社会の先生は誰ですか？スミス先生です。社会の先生はどうですか？あまり悪くないです。悪くないです。Okay, not bad. 悪くないです。社会の授業はどうですか？難しいです。美術の授業は何時から何時までですか ?1 時から2時までです。社会の授業は、社会の教室はどこですか?クックの2です。社会の先生は、美術の先生。美術の先生は誰ですかチャング先生です。美術の先生はどうですか？まあまあです。美術のクラスはどうですか？優しいです。Okay, one more time. The art class. 美術の授業は何時から何時までですか？1時から2時までです。美術の教室はどこですか？クックの2です。美術の先生は誰ですか？チャング先生です。美術の先生はどうですか？まあまあです。美術のクラスはどうですか？優しいです。So, prepare that you can answer these questions. Repeat many times.